はいどうもおめチャンネルです。本日はですね、ワンワールドグループのアラスカ航空の特典航空券を利用してですね、スターラックス航空の特典航空券をね、予約していただくことができるようになりましたので、そちらについてですね、解説していきたいなというふうに思います。結構ねー、 期間限定ではありますけど、激アツですので、皆さんうまくね、利用していただければいいんじゃないかなというふうに思います。初めてね、私のチャンネルご覧になる方につきましては、私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひね、チャンネル登録とベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ではね、早速内容入っていきたいと思います。まずはね、こちらでございます。 こちらですね、先日、2023年4月27日にスターラックス航空がですね、初のエアラインパートナーを発表ということで、アラスカ航空と戦略的パートナーシップをね、締結されました。なので、4月27日に、まあ、今後ね、夏ぐらいに向けて、まあ、特典航空券などをね、利用していただけるような計画をしているという発表があったんですけれども、ようやくですね、満を持して予約がね、取れるようになりました。 で、こちらのですね、スターラックス航空さんね、ご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思いますけど、まだまだね、あの、名前存じ上げないという方もいらっしゃると思いますけれども、こちらまだね、新しい航空会社でありまして、もともとね、エバー航空で携わっていた方がですね、後継者争いでまあいろんなことがありまして、まあ新たなね、航空会社を作りました。まあ、台湾のですね、エミレッツ航空を目指すということで、まあ2016年にですね、航空会社を設立するということを発表して、実際し、2017年の、確か4月、 ぐらいに設立されて2018年の4月ぐらいからねスタートしているという航空会社でございますでこちらの航空会社本拠地はですね台湾の台北でございまして、まあ、今、ね、日本でもですねもともとはねあの東京成田と大阪関空のみしかね乗り入れがなかったんですけども今仙台だったりとか新千歳だったりとか沖縄だったりとかね いろんなところをね、乗り入れ開始しておりますので、結構ね、うまく利用していただければ、利便性はね、非常に高いんじゃないかなというふうに思います。で、私の動画の方でもですね、以前ね、ステータスマッチなどを行っておりましたので、まあ、ご紹介させていただいたこともありますので、あのご存知の方も、ね、いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますし、私自身もね、無事にステータスマッチが成功しまして、なんとね、2025年の1月27日までですね、インサイターというね、まあ最上位の ステータスを今保有しているという状況でございますが、まあ、前回ね台湾行った時にちょっとうまく利用できなかったのがね、まあ、ちょっと残念だな結局香港経由でね キャセイパシフィックさんを利用してですね、まあ帰国してしまったんですけども、まあまだね、ラウンジがコロナ禍でですね、オープンしてなかったっていうこともあったんで、今ね、ぜひ乗ってみたい航空会社でございます。ではね、ちょっと前置きが長くなりましたけども、まあどんな内容なのかっていうところなんですけど、まあ簡単に言ってしまうとですね、なんとね、東京、まあ千セットか,からも当然出てるんですけども、日本から台北のですね、えー、航空券につきまして、アラスカ航空の特典航空券を利用することによってですね、 なんとね、7500マイルからエコノミー7500マイル、プレミアムエコノミーが1万マイル、ビジネスクラスで1万5000マイルでですね、台北にね、行っていただくことができるというふうになっておりますので、これはね、かなりお得じゃないかなと思います。国内で言えばね、福岡の方から、まあ、ソウルにね、特典航空券で、まあ、スカイチームの利用していただいて、7500マイルだったりとかっていうのありますけども、まあ、それに近いぐらいでね、あの、身近に、 台湾に行っていただくことができるということでございます。まあ当然それ以外でもですね、台北発着にはなってしまうんですけど、台北からロサンゼルスでエコノミーが2万マイル、プレミアムエコノミーが4万マイル、ビジネスクラスが6万マイルで,ですね、片道行っていただくことができたりとか、台北からクアラルンプにつきましても2万5千マイル、プレミアムエコノミーが3万2500マイル、ビジネスクラスが5万マイルからですね、特典航空券を発見していただくことができます。まあそれ以外でもですね、結構ね、あの今、 サーラックス航空さんね、今、セブ島にもね、行くようになりましたし、当然、香港だったりとか、マカオの方に行っていただいたりとか、ベトナムにね、行っていただくこともできますので、台北発着がメインにはね、なりますけれども、そちらをね、利用していただくことでね、非常にお得に。 海外にね、行っていただけるチャンスでございます。これ、予約期間につきまして、発見がですね、8月の31日までに発見していただく必要がありますので、ぜひね、ご活用いただければというふうに思います。で、アラスカ航空のですね、マイルなんか当然持ってないよっていう方は大勢いらっしゃると思いますけども、まあ私のね、方ではあまり発信してなかったんですけども、マリオットボンバー MX を利用してですね、マリオットポイント、まあ約ね、40社ぐらいにマイルにね、変換していただくことができるので、まあそちらを利用していただいて、アラスカ航空の マ,イルマリオットポイントね、6万ポイントに対して、アラスカ航空のマイルが2万マイル。プラスボーナスがね、6万ポイント以上ね、変換していただくこと、5000マイルがね、ボーナスがありますので、2万5000マイル獲得していただくことができます。まあ、マリオットポイントをですね、アラスカ航空のマイルに移行するのに、まあ、約ね、確か2日ぐらいかかったかなと記憶しておりますので、 交換していただいた後にですね、アラスカ航空の方から予約を取っていただくのがよろしいかと思います。アラスカ航空さんの、ね、え方につきましては無料で、ね、会員登録できますし、会員登録していただくことによって、えー、もうマイルでね、何マイルぐらい必要なんだろうというのは検索していただくことができます。アプリでもできますけれども、ブラウザーで、ね、検索していただく方が 県郵便でですね検索ができたりとか、あとカレンダーでですね、えー、月ごとで見ていただくこともできますので、まあ、ブラウザーで検索していただくのがよろしいかなというふうに思います。はい、で冒頭申し上げた通りとおり、まあ、東京、成田の方から台北に向かうのに、まあ、最安で,です、ね、7万5000マイル。 で、行っていただくことができます。今ね、だいぶ減ってきまして、検索するとね、1万マイルからという形になります。でもね、片道1万マイルでも非常にね、台北に行くのに1万マイルで行けてしまうというのは非常にいいと思います。で、こちらのアラスカ航空さんのね、やっぱり大きなメリットとしまして、燃油サーチャージがかかりませんので、まあ、所税はね、かかりますから、えー、だいたい片道ね、30から40ドル分ぐらいの、えー、費用はね、かかりますけども、1万マイルからまあ40ドルぐらい。 かかりますけどそれでね台湾に行っていただいたりとか、まあ、その他のの、ね、国に行っていただくのも、消費用っていうのはそれぐらいかかるんですけれども往復で取っていただいても、まあ、このようにですね1万マイル、1万マイルで2万マイルで往復できてしまったりとかします。はい で台北からロサンゼルスの方につきましても、まあ、2万4万でねビジネスクラスが今6万マイルというのはだいぶなくなってきましてエコノミーで2万マイルプレミアムエコノミーで4万マイルでねビジネスクラス16万5000マイルとか、まあ、日によってもちょっと深くはね検索してないですけど6万マイルというのはだいぶ、ね、見なくなってきてしまいましたので皆さんもね早く取りたいという方はやっぱり早くね取っていただくのがよろしいかなと思います、まあ、その他ですね検索してみると、はい、例えば東京からマカオに行っていただくとですね まあ台北経由でまあ3万5000マイル必要という形になってくるんですけどこれですねまあ小出しにね検索していただくことによってま,あまずですねあの成田の方から台北の方に行っていただいて7500マイルとか1万マイルで行っていただいた後にですね別でですね台北からマカオということで検索していただくと1万5000マイルでね行っていただくことができますのでまあ合計でですね 22,500マイルから25,000マイルぐらいでね、利用していただくことができますから、1万マイル以上ね、あの、節約していただくことができますので、まあ、この探し方もね、よく、あの、注意していただくといいかなというふうに思います。本数はね、あと少ないんですけども、香港にもね、台北から行っていただくことができます。この場合もですね、えー、別々でね、取っていただく方がね、あの、お得に、 今、現時点では利用していただくことができますけど、台北から香港につきましては1 2500マイルといった形になります。これ、9月だとね、もう7日、14日、20日、21日、そして10月だと、まあ、これだけね、えー、ということで、まあ、結構ね、限られた日数、日程にはなりますけれども、このように取っていただくことができます。 はい。あとね、セブ島でございます。これ、東京からセブ島にね、台北経由で行っていただくと、最安で2万5000マイルでね、利用していただくことができます。まあ、当然、あの、小出しでね、えー、利用していただいてですね、台北でも2、3泊して、その後にですね、セブ島行って、まあ、セブ島から、えー、日本に帰るというルートもね、作っていただくことができると思います。これは、あの、直接ですね、東京からセブ島ということで、台北経由にはなるんですけども、2万5000マイルからという形になりますが、これね、小出しで、 検索していただくとですね、なんとね台北からセブ島まで7500マイルで今予約取れますのであの片道エコノミーであれば最安で言えばですね 日本から台北に行っていただくように7,500マイル。そして台北からセブ島に行っていただくように7,500マイルで、計ね、片道1万5000マイルで、台北とセブ島をね、楽しんでいただくことができますし、ビジネスクラスであってもね、1万5000マイル、1万5000マイルで、計3万マイルでですね、利用していただくこともできます。まあ、ただね、これセブ島から日本に帰ってくるルート、どういうふうに帰るかっていうのはまた別途取らないといけないですこう片道でね、最安で1万5000マイルで、 利用していただくことができるといった形でございます。はい。これはね、すごいなと思います。ちょっとね、私もどっかね、撮りたいなということで、日程今決めてですね、9月ないし10月ぐらいにどっか取れたいなぁなんて考えております。はい。ただもう急がないとね、結構やっぱり7500マイルとか1万マイルで利用していただけるところもだいぶ限られてきてしまう可能性がありますので、早く日程を抑えたいなっていうふうに思いますし、私もね、 アラスカ航空のマイルにつきましては、常にね、保有しているわけではありませんから、まあ、マリオットボンボイのね、えー、ポイントを利用して、マイルに変換させていただくと、えー、いった形で考えております。はい。ということで、ね、まあ、こんな感じで、だいぶ省略して、ね、説明させていただきました。本当はね、スターラックスさんがね、アライアンスまだ入ってなくて、今後ね、えー、ワンワールドさんに入っていくことをね、ちょっと計画してるとかね、まあ、そんなところも触れていきたいなというふうに思いますけれども、まあ、まだね、こういったあのマイルで、 あの特典航空券を予約していただくのにまだ、あ、慣れてない方という方もいらっしゃると思います。概要欄の方にですね、私とですね、まあ、経営者であるね、あのモンちゃんライフのモンちゃんだったりとか、プロ遊び人のモモさん、そしてね、飛行機のことであればトリップパンダさんということでね、4人でねやってるアイアドっていうのをやっております。そちらのアイアドの方でですね、まあ、オーソドックスな、えー、ベーシックなですね、えー、マイレージ講座なども、えー、メンバーシップ向けに無料でやったりとかですね、今後ね、 一般の方向けにですね、セミナー等も開始していく予定がありますので、ぜひそちらのアイアドの方でもですね、チェックしていただきたいなと思います。そうすることによって、アライアンスの仕組みだったりとか、あこういう考えで特典航空券を検索したらいいのかなっていうこともね、学んでいただけるセミナーというふうに、ね、考えておりますので、ぜひね、チェックしていただけると嬉しいです。はい。皆さん、この スターラックス航空さん、えー、アラスカ航空さん特典航空券を利用してちょっとどっか行ってみたいなっていう感じになったんじゃないでしょうか。はい。ぜひね、あの、私も活用していきたいなと思いますので、皆さんもぜひご活用いただければと思います。皆さんの方からもおすすめな路線とかありましたら、ぜひね、ご自身の予約取った後で構いませんから、コメント欄にね、お寄せいただけると嬉しいです。ということでね、えー、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよ方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。 概要欄下の方に私ツイッターラインインスタグラムやってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします私の動画の方では冒頭申し上げた通りホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の登場レビュー旅に関する有益な情報と発信させていただいております情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録とベルマークのね通知ボタンを押していただいて次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょう